ウォータースピリット、よく見ると顔めっちゃ可愛い竜です。さあ本日なんですが、グレイドルドラゴンっていう、皆さんこの史上最強のモンスターをご存知でしょうか。今日はね、このモンスターをね、また活躍させていく、活躍っていうか、まあ救済っていうかしていきたい。スキル悪用していきます。シャークさんが実装になりまして、このサメの領域というね、スキル、これね、多分ね、ぶっ壊れレベルで強いんですよ。このスキル、自分のフィールド上の全ての水属性モンスターのレベルが単手動しまで4になると。で、スキルが、単中に一度デュエル中に2度使用できて、で、デッキとエクストラデッキのモンスターは全部水属性じゃないと、このスキル発動しないっていう、例のね、パターンなんですけれども、これね、エクシーズ多分、まあ、しろっていう、まあ、話だと思うんですけれども、基本的には。エクシーズなんてね、この環境でしたらね、弱いんですよ。エクシーズなんてしてる場合じゃないんですよ。黒いモンスターなんて入れてる場合じゃないんですよ。白いモンスターが強いんですから。だって。で、今日はこのスキルを悪用していくんですが、これね、すごい強いのは、雑に8進行できるんですよ。8とか6とか。雑に。例えばですね、ハンマーシャークとか出して、で、ハンマーシャークでチューナー出すじゃないですか。で、スキル使うと4-4になるんですよ。だから8出せるんですよ。で、ディニクアビスとか、これ特殊感できるんですけど、こいつと、まあ、チューナーでも、雑に4-4にして特殊感できるし、例えば、ハンマー、ハンマーじゃねえや。耐久して、アビスリンデーで耐久して、これ破壊されると、デッキからマーメルも特殊感できるんだけども、これで、アビスリンデーでなんか、アビスリンデー、以外の、だから、まあ、この辺の、例えば、アビスパス効果とか、出してきて、まあ、4ですよね。で、そこにチューナーを、特殊召喚して、4-4で8もいけるんです。まあ、6はね、あんまり出さないですけど、もう基本的にはそのグレイトルドラゴンでゴリ押ししていくっていうデッキになってましてですね。まあ、なんで、ちょっとあんまり僕、妨害札とか入れてなんか、妨害するのあんまり好きじゃないので、展開全部にしました、今回は。相手の、インキャトラップはもう、この辺で、なんとかするしかありません。で、おしゃれポイントは、この、アクアジェットっていうカードで、この1000ポイントアップできるんで、グレイトルドラゴン、の打点1000上げれるんですよ。強いと。で、肝心なグレイドルドラゴンの効果です。これ定期的に僕救ってるんでね。グレイドルドラゴンの効果知ってる人もいるかもしれないんですけども、このモンスターの効果ね、強い、強い。水属チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上っていうね、まあ、ちょっと作りにくい効果なんですけども。丸一番。このカードが進行召喚に成功すると、素材にした水属性モンスターの数まで相手フィールドのカードを破壊できると。2枚破壊できるんですよ。2体で作ったら。強すぎか？出ただけで2枚破壊できるんだぞ。強すぎるだろ。で、2番、戦闘効果で破壊する墓地を送られると、墓地の水属性を特殊感できると。素晴らしいですよね。この、まあ、先制維持能力も強いし。ちなみに、グレイドルドラゴンを2体出しておくと、グレイドルでグレイドル蘇生するんで、なんかグレイドルぐるぐるっていうね、そういうこともできます。で、グレイドルカードは、グレイドルインパクトとか強いんだけど、めっちゃくちゃ。めっちゃ強いんだよ、これ。なんですけど、ちょっと、ね、枠がなくてですね、今回はちょっとワンキルに寄せてあるんで、枠がなくて入れてないんですけども、枠に余裕がある方はこれ入れてください。グレードインパクト強いんで。はい。で、あとはまあ、言うこと特にねえかな。早速ですね、サメの領域、グレードルデッキ、やっていきましょう。これは天才でした。デュエル、スタンバイ。ちなみに勝率は、3割くらい。さあ、本日も、声はちょっとね、後付けでやらせていただきたいな、というふうに思っております。さあ、ダークシグナー、カーリー、なぎさ選手ですね。お、へ、そ、ぼ、ペロ、ペロ、ペロ。はい。お、へ、そ、ぼ。大変、お見苦しい映像をお見せして申し訳ございませんでした。さあ、まずは、グレイドルスライムジュニアをセットしてターンを終了していく。さあ、グレイドルスライムジュニアですね。戦闘で、破壊されると、デッキからグレイドルモンスターを1体特殊召喚できるよと。有効果を持ってますんで、グレイドルスライムジュニアでグレイドルスライムジュニアを特殊召喚して、耐久していくことが可能でございます。さあ、フォーチュンビジョン、フォーチュンレディに珍しいデッキですね。さあ、フォーチュンレディーコーリングを、なかなか強い。さあ、これは2ドロが入る。さあ、これは厳しい。局所的ハリケーンを引けるのかどうか。さあ、挨拶できるかどうかにかかっていますよ。さあ、タイムパッセージでレベルを3つ上げていくのでいいだろう。このね、最強のね、この2ドロームーブね、強欲の壺がデッキから出てきて2ドローしていくっていう、懐かしいな。このなんかギミック懐かしいですね。最近見ませんでしたからね、このフォーチュネディギミックね。そもそもダークシグナーカーリー渚さんがもうそもそもなんかあんまり関係いないという、話がありまして、さあどうでしょうか。
さあ2ドローしてカードは1枚セットまででお願いしたいんですけども、ね、やめてくださいよ、やめてくださいよ、そのなんか2枚セットはちょっと厳しいですねこれ。さあ7シンクロが飛んでくるのか、7シンクロでフォーチュン、なんだフォーチュンレディ、なんかちょっとアーカライトとかやめてくれ、アーカライトマジシャンとかいうマジでやばいこと起きないでくれ。さ あフォーチュンレディエバリオッケー、セットなるほど、セットなるほど、龍一まあ殴ってるのはちょっと怖いかなといったところなんでしょう、おそらくね相手。さあまずは反転召喚グレードスライムジュニア、さあお前誰やねんモンスターが、さあ相手は思ってることでしょう、いやお前誰やねんって思ってることでしょう。さあこれはまあハンマーシャークから言っていいかもしれませんね。さあどうでしょうか、まあ、セットカード破壊するから狙撃兵捨てて、でニカアビスからですか。さあ狙撃兵を捨ててアビスを特殊召喚し、狙撃兵の効果でセットカードを破壊するということができる。さあデニカアビスの効果も発動し、特殊召喚に成功するとデッキからマーメイドモンスター一体を手札に加えることができる。マーメイドにチューナーいたら最強だったんだけどな、デニカアビスが1枚初動で、あれなんですけどね、水属チューナー、水属チューナーじゃないといけないからきついか、普通にマーメイドにチューナーいたらぶっ壊れやったなこれ。あエネミーコントロール OK、 エネミーコントロール、ちょチューナーやめてくださいよ、ちょチューナーパクったらあいつ殴られるからでも、そうでもそんなことしないか。さあどうする、どっちパクる、オッケー、そっちオッケーオッケー、生き残ったチューナー生き残っていく。さあこれでアビスリンデを手札に加えていく、そしてもちろん反射を紹介していくぞ、反射を、反社会的勢力ハンマーシャークを召喚、そして反社会的勢力の効果を発動、これによってマーメールアビスリンデを召喚し、スキル発動、さあ目の領域シャークテリトリー、そしてフィールドにはレベル4のモンスターが3体来るぞユーマ、いや来ないぞユーマ、シンクロ召喚グレイドルドラゴン、そしてグレイドルドラゴンのモンスター効果を発動、相手のフィールドのカードを2枚破壊できる、強すぎるバトルベイス、なんだこのデッキは、グレイドルドラゴン最強か、雑に8シンクロしてくるのそれ迷惑じゃない。さあお相手の方ルア君ですね、よろしくお願いします、デュエルをスタンバイしていく。さあハンドは強いぞ、ハンドは強いぞ、ディディクアビス引いたらワンチャンスありますが、さあリュウ選手どうでしょうか、相手はおそらくでも知らないあたりになってくるとですね、ホブラガミが一生抜けんっていう、まあ、パターンたまにあるんですけども、まあ、一応アクアジェットっていうね、あの4戦立てになるっていうモンスターで一応頑張ればまあ超えれはするんですが、ただ破壊はできないというね、非常に厳しい。さあ2枚セット、さあデッキトップでに勝った、第3部間勝った、第3部間おはようございます。さあしっかりと挨拶し、ディニクアビスのモンスター効果を発動、アビスリンデアを墓地のくて、ディニクアビスを特殊召喚、ディニクアビスのモンスター効果によってマーメイドモンスター一体を手札に加えることができる、そしてかわいこかわいこかわいこちゃんウォータースピリットを召喚、そしてレベル7ディニクアビスにレベル1ウォータースピリットをチューニング、遥かなる空より舞い降りよ未知なる生命体、グレイドラドラゴンシンクロ召喚、そしてグレイドラドラゴンのモンスター効果を発動、相手のフィールドのカードを2枚まで選択し破壊することができる、さらに手札よりマジックカードアクアジェット発動、で出たシャークさんのマジックコンボだ、対戦ありがとうございました、完全に犯罪ムーブ。さあ石津イシュタール選手来ました、さあなかなかハンドはいいですよ、さあグレイドルド、おっとそんな甘えた展開でいいんですか、さあまずはハンマーシャーク、反社会的勢力反射を召喚、そして反射の効果を発動、反射の効果によってチューナーモンスターを手札より特殊召喚、そして雑にスキル発動、雑にスキル発動して4と4レベル4が2体来るぞユーマ、いや来ないぞユーマ、新境召喚グレイドルドラゴンを特殊召喚していく、そしてグレイドルドラゴンで3000ダイレクトアタック、さあこれは強い、これは非常に強い、このグレイドラドラゴンっていうモンスターがね簡単に出せると、これちなみにグレイドラドラゴンが破壊されると効果で墓地からグレイドルスライムジュニアを特殊召喚できるので、グレイドルスライムジュニア、エレキシやばいやつか。で、グレイドルスライムジュニアは破壊されるとデッキからグレイドルジュニアを出してこれるんで、かなり耐久力がありますか。さあ、フォトンブースター、なんだこのカードは。フォトンブースターで、お、なんだ、おっと、
何が起きてる。さあフォトブースターで、おっと、おえ、